ション。上空のヘリからスタジアムへ、今日対戦する日本と西ドイツ、そして開催国フランスの国旗をあしらったパラシュートが降下します。ミーティングといっても、ここまで来た以上もう何も言うことはない。今まで通り精一杯のサッカーを見せてくれ、それだけ。そしてこの試合からゴールキーパーには若林源三、お前を起用する。監督、俺はこの大会には、それに俺はディフェンダーとの連携も練習していませんし。若林さんしかいませんよ。若島津が怪我で出られない以上、今日の試合ゴールを守れるのは若林さんしかいません。しかし俺を心よくなく思っている奴だっているだろう。俺は聞いちまったんだよ若林。お前は俺たちを強くするためにわざと憎まれ役を買って出たんだ。自分を犠牲にしてこの全日本ジュニアユースを強くするため、お前はずっと動いてきたんだ。若林、そうだったのか。どうするんだ若林。最初からの予定通りこの大会には出ないんですよ。資料作成だけでお前の仕事は終わりなのか。源三、分かった。出るぞ。俺は出る。そして出るからには必ず勝つぞ。俺たちは優勝するんだ。ああ、よろしく頼むぜキャプテン翼。こちらこそ若林君。いいかみんな、シュナイダーに送られるパスはできるだけ阻止するんだ。それとゴールキーパーのデューター・ミューラー、やつの資料は全くない。この試合で見つけ出していくしかないんだ。中盤を制し、シュナイダーのシュートを減らし、何本ものシュートをミューラーに打ち込む。そういう展開にしない限り俺たちに勝ち目はないんだ。頼むぞ翼。うん。さあみんな、時間が来たようだ。持てる力を全て発揮し、悔いの残らない試合をしてこい。よし、行くぞみんな。悔いの残らない試合をする一番の方法は試合に勝つことだ。西ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合インターナショナルカップ決勝のつもりで戦うぞ。ああ、さあ始まります。第1回フランス国際ジュニアユース大会決勝、日本対西ドイツの一戦。場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。よろしく、いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ若林。とうとうチャンスが回ってきたな。勝負だ若林。シュナイダー、負けんぞ。さあ全日本対西ドイツ、世紀の一戦は間もなくキックオフです。西ドイツのキックオフ、試合開始です。よし、翼くん、ボールを奪った。パスを出した。うまく味方に渡るか。そう、止められた。何、ジェスター君、
中に捕まえた。あの中、あっと翼くん、シュートを打たない。途中で躊躇した。翼にも分かる。あの時全く隙がないこと、どこに向かって逃げられてしまうというか、シュートを打つ前に伝わってくる。弱気になっていてはダメだ。隙がなくても打つ。ゴールキーパーユーラーの弱点を見つけ出すためにも、勝利への道はそれしかないんだ。捕らえ、ドライブシュートだ。鉄の巨人に通用しました。翼のドライブシュート。ミューラーはどう守るんだ。そう、ワンハンドキャッチでわしづかみだ。ドドドきました。ミューラー君、そのパワーで翼君のドライブシュートを難なく防ぎました。ミューラー大した威力じゃないな。それ、アルドビッグ君。ドイツ君、あと渡す。カービショルタック。
キャッチされたことのないシュナイダー君のファイヤーショットを見事にダイビングキャッチです。さすが全日本の守護神スーパーグレートゴールキーパー若林玄三君。さすが若林君、ナイスキャッチ。さすが若林、この俺のファイヤーショットでも2回に1回は止められてしまうんだから。しかし次は決めるぞ。俺が必ずゴールを奪ってみせる。若林くん、翼くん、ドリブルで突破していく。弱点だったら
その存在意識が残っているだけなんだ。キーパーの三浦君飛び出す。俺に回せ三浦。シュナイダー行くぜ。三浦君このボールを直接キック。ああ、そのボールが走ってきた翼君の顔面を直撃。この至近距離、思わぬアクシデントだ。翼君大丈夫？大丈夫、ボールはいつでも友達さ。ボールはフリーになった。よし、ミサキ君、よし、ボールを奪った。回します。よし、メルッ、よし、よし、それ、ないのかもしれない。だけどゴールを奪えないキーパーなんてこの世にいるわけないんだ。行くぞ、ヒューガ君。翼、お前も感じたのか。二人同時にシュート、面白いと思ったあの感じ。よし、まさかこれは。翼とヒューガ、心が通じ合わなければ打てないシュート。ライバル同士の最下、今は同じチーム、名パートナーになっているのか。あーと、これはダイブシュートだ。リガーショット。うわー、ヒューガくん、ヒューガくん、シュート。ドライブシュートとタイガーショットの合体、これはドライブタイガーツインシュートだ。今世紀最大のシュートがついに爆発。ドライブシュートとタイガーショットの鋭い回転が引き起こすすごいボールの揺れだ。ミラ、降りるぞ、ミューロ。ここだ。これは取ったのか。このシュートを止めたのか、ミューラ君。なに翼とヒューガのツインシュートまで。俺もまだまだ諦めはしないぞ。全日本のエーストライカーとしての面目にかけ、必ず奴からゴールを奪ってみせる。ミューラー君、はっ、任せろ。アルゼンチン君、翼君、ゴールを奪った。終了の笛です。前半両者無得点で折り返します。ロベルトさん、翼に伝言があるなら伝えます。俺のノートの52ページ目の中、それを忘れるな。52ページ目ですね。さあ行こう、みんな。翼、片桐さん、ノートの52ページ。え、
ページ。まさかロベルトが。全日本のキックオフ。試合開始です。翼くん。
の牙城を突き破った。ボールは美咲くんの体ごと西ドイツのゴールへ。翼、お前ってやつは穴だったのに、こんなもの簡単に取れると判断して、その心の隙を突かれたのだ。まだ甘いな。敵を侮る、こういう目に遭う。西ドイツのキックオフ。よし、どこにだった。ボールがラインを割りました。西ドイツのスローインになります。それハインズ、パスを渡す。翼くん、ボールを奪った。せても構わん。
様子を見るか。それ任せろ。ヒューガ君、よし、ここは自分で突破していきます。そこを渡す。バスター、これは通るか。よし、翼君、
今度は負けないぜ。うん。ただいま、ヨクちゃんから正式な結果発表が届きました。優勝はもちろん、全日本ジュニアユース。準優勝は西ドイツジュニアユース。3位には地元フランスとウルグアイが入っています。そして注目の最優秀選手 MVP には翼大空、全日本ジュニアユースキャプテン大空翼くんが MVP 最優秀選手賞に輝きました。その翼くんに今大会会長ミッシェル・ルボー氏より優勝杯が手渡されました。今全日本が16歳以下ジュニアユースクラスのサッカー世界一に輝いたのです。やったぞー、全日本ジュニアユースの優勝。それはまさにチームワークの勝利でした。おっと、どうやらこれからキャプテン翼くんの優勝スピーチが行われる模様です。皆さん、大きな声援どうもありがとうございました。僕たちはこの大会が始まる前にみんなで誓い合いました。頑張ってこの大会に優勝しようと。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけどナンバーワンになったとは思ってません。なぜならこの大会にはサッカー王国と呼ばれるブラジルが参加していません。サッカーの世界一を決める大会はインターナショナルカップです。僕たちの夢はそのインターナショナルカップで優勝することです。一生叶わない儚い夢かもしれません。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。翼くんの優勝スピーチの後は全日本のビクトリーランです。翼、ロベルト、ロベルトだ。なんでここに。翼くん、優勝おめでとう。翼、見事なんだぞ。ロベルト、俺中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオ、そして今日この目ではっきりお前のプレイを見たぞ。どのプレイをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな。お前の世界一のサッカー選手になるのに俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト、じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。ああ、もちろんだ。ずっと信じてた。サッカーをやって上手くなるな。中学を卒業したらブラジルへ行く。プロのサッカー選手になるために、一人前のプロサッカー選手になるまでは日本には戻らないつもりでいる。だからその時まで待っててくれなんて言えない。ましてや一緒に来てくれなんてことも俺には言えない。だけど今俺は中澤さなえが好きだ。